どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はコールオブデューティーブラックオプス4のゾンビモードでボヤージオブデスパイアでのバリスティックシールドの作り方の紹介動画です。普段僕のチャンネルでは最近はモンハン動画をアップさせてもらってたので、そこから飛んできてくださった方はあまり興味がないっていう方が多いかもしれませんけれども、すごいね面白いゲームなんで、よかったらこれを機に興味とか持ってもらえたらなと思います。それではね、ゾンビモードで飛んできてくださった方はもうある程度わかると思うんですけれども、バリスティックシールドの作り方の紹介動画なんで非常に簡単に終わります。それではね、早速紹介の方に移りますのでよろしくお願いします。はい、それでは説明やっていこうと思います。今回はカスタムマッチで始めています。なんで、最初からねポイントたくさん持ってるんですけれども、この方が説明しやすいのでカスタムマッチでやっていこうと思います。で、今回のそのメインとなるパーツなんですが、初期部屋からすぐ移動した部屋で2個入手することができます。下から行くルートと上から行くルート2つあると思うんですけれども、まずどっちから行っても1個ずつ入手することができます。今回ね、下からまずは1個入手していこうと思います。ここ扉2つあるんですが、どっちから来てもらっても大丈夫です。どっち開けても開きます。で、今回は右側から行ってみようと思います。右側から行った場合は、ここ通路をずっと走っていくと壁がぶっ壊れたところがあると思うんで、ここに入ってもらって、最初の1個の項はここの椅子の上に1箇所置いてあることがあります。ここになかった時は、次反対側に行ってもらって、もう1箇所の候補はここにあります。あ、ありましたね。ここベッドのすぐ横、ここのところにパーツが1個置いてあります。で、ここにももしなかった場合はもう1箇所候補あります。ここ中央付近のこのタオルとかが置いてある棚のすぐここですね、ここの空いたところにパーツが置いてあります。これで、1個目のパーツの場所は3つ終わりです。そして、もう1個、今度は上に行きます。ここの扉もこっちと向こう側に1個ずつあるんですが、どっち開けてもらっても大丈夫です。今回ね、右側から行きます。ここを開けて上に上がってもらって、ここの場所に、1箇所候補があります。ここに稀にあります。もしなかったら今度ブリッジのこの奥のところに進んでいきます。次の場所はここです。この真ん中付近ですね、通路の走っていって、ここの真ん中付近のこの工具が置いてある木箱の上に置いてあります。ここにもなかったら最後3箇所目、ここの奥に進んでいきます。するとここの手すりの上に置いてあるので、これで2個目も入手できます。これで2つ入手できました。最後の3つ目は電源を入れないと入手することができないので、電源のところまで移動します。はい、電源がある線尾の1個手前まで来ました。ここに移動していきます。で、ここまで移動してくると、ここにワークベンチあるので、ここで今回シールドを作ることができます。まだね、最後のパーツ手に入れてないので作れないんですが、そしてここの赤い扉があると思うんですけども、この奥にあります。ただここは電源を入れないと通ることができないので、先に電源入れてこようと思います。今回だと電源とは言わないのかな、ちょっと今までの、分かりやすいように電源って言わせてもらっています。ここのね、これを起動することによって先ほどまでの赤い扉が開くようになるので、これ起動してください。これを起動すると、ここのさっきまで閉まっていた扉が通れるようになるので、ここを降りていってください。で、この次も3箇所候補あります。ここからすぐ降りていって、行くこともできるんですけれども、今回は上から行こうと思います。ここ一番奥まで進んでもらって、ここ階段があるんで、ここ降りていってください。で、階段降りたらすぐ1箇所目の候補、あ、もうありましたね。ここに1個あります。これで3つ揃いましたけれども、もう2箇所候補あるんで、そこの説明だけやっていきます。で、一番下の食料庫まで降りてきてください。で、ここの階段降りてすぐ手前、ここを、後ろまで行ってもらって、さっきゾンビが出てきてくれたここのスーツケースの横のここの場所に、1箇所置いてあります。で、ここにもなかった場合の最後の候補はこことなります。ここの、木箱の上に置いてあります。ここの豚のね、豚ちゃんがいっぱいいるところのこっちのところ、武器が置いてある通路のこの木箱の上のあります。これで、それでは3つ手に入ったので、最後シールドを作ろうと思います。はい、上まで上がってきました。最後、ここにワークベンチあるので、これでバリスティックシールドの完成です。ここのシールドだと、今回のこのシールドではマルチプレイの時と同じように、こうやってシールド構えながら銃を撃ったりすることもできるみたいです。またこんな感じで構えずに持った状態でハンドガン撃ったりできます。あとシールドバッシュもいつも通りできます。シールドの体力は
画面下の特殊武器の横に、ゲージがあるので、これで確認することができます。はい、ということで、以上で今回の動画の説明は終わりです。他にもいろいろと謎解き要素はありますので、そちらもね、また動画にしてみようと思います。そちらもアップした際はぜひよろしくお願いします。ではではでは、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これが終わったら熱いシャワーを積んでやるのか。